ミシー・バチュアイは、ベルギー・ブリュッセル市出身のコンゴ系ベルギー人、サッカー選手。ベーシクタシュ JK 所属。ベルギー代表。ポジションはフォワード。実定のアーロン・レア・イセカもサッカー選手。ブリュッセル FC と RSC ・アンデルレヒトの、下部組織でプレーした後、2008年に、スタンダール・リエージュへ加入。 2011年2月20日に行われたカーヘント戦でトップチームデビュー。翌2011から12シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ予選3回戦の FC チューリッヒ戦で CL デビューを果たし UEFA ヨーロッパリーグの FC コペンハーゲン戦で公式戦初ゴールを記録。2012年1月14日テイベールスホット AC 戦で リーグ戦初得点を挙げ、6から1での勝利に貢献。2013から14シーズンには、ジュピラープロリーグで21得点をマークし、エボニー州を受賞した。2014年6月26日、オリンピックマルセイユへ移籍することが発表された。移籍金は600万ユーロ。2015から16シーズンには、リーグ戦で得点ランキング4位イの17ゴールを挙げた。 2016年7月3日、チェルシー FC に5年契約で移籍した。移籍金は3300万ポンドと報じられた。2016から17シーズンは、ジエゴ・コスタからポジションを奪えず、大半が途中出場となり苦しいシーズンを強いられたが、2017年5月12日の WBA 戦では、試合終了間際に決勝点となるゴールを決め、 チェルシーのプレミアリーグ優勝を決定させた。また最終節のサンダーランド戦でもゴールを決めた。シーズンを通して、出場時間はわずか236分であったが5得点を決め、47分で1ゴールを挙げた計算となった。翌2017から18シーズンは、ジエゴ・コスタの対談に伴い出場機会が増加するかと思われたが、アルバルモラタの加入もあって、 再びベンチを温めることとなった。2018年1月31日、ボルシアドルトムントへシーズン終了までのレンタル遺跡が発表された。2月2日のケルン戦で遺跡後初出場を果たし、2得点の活躍を見せた。2月15日、UEFA ヨーロッパリーグラウンド16のアタランタ戦ファーストレグでは、同点ゴールと勝ち越しゴールの2ゴールを挙げて、 マン・オブ・ザ・マッチに選出された。ドルト・ムントではリーグ戦出試合で7得点を記録するなど活躍していたが4月15日のシャルケレイ4戦でベンジャミン・スタンブリのタックルを受けて左足首を負傷しクラブからシーズン残り試合を欠場する可能性が高いことが発表された。2018年8月10日バレンシア CEF にレンタル移籍することが発表された。 9月26日、セルタデビー5戦で、バレンシアでの初ゴールを挙げた。バレンシアでは、公式戦23試合に出場したが3ゴールに、止まり、2019年2月1日に、チェルシー FC は、バチュアイが、バレンシア CF から復帰し、そのまま、シーズン残りを、クリスタルパレス FC へ、ローン移籍することを発表した。2019から20シーズンは、 チェルシーに復帰した。2019年10月23日、UEFA チャンピオンズリーグのアヤックスアムステルダム戦で途中出場し、決勝ゴールを挙げた。しかし、監督フランク・ランパードの構想外からは抜け出せず、シーズン終了後には再び、クリスタルパレスへのローン移籍の可能性が報じられた。2020年9月10日、再び、クリスタルパレス FC に、 レンタル移籍することが発表された。2021年8月18日、チェルシーは2023年まで契約を延長したことが発表された。また、2021から22シーズンは、ベシクタ主税経営レンタル移籍することが発表された。今後民主共和国代表としてプレーする権利もあったが、世代別代表、A 代表ともに、ベルギー代表を選択した。 2015年3月28日のユーロ2016予選、キプロス戦に途中出場し A 代表デビューし、代表初ゴールも記録した。ユーロ2016のベルギー代表メンバーに選出され、決勝トーナメント1回戦のハンガリー戦でゴールを上げて、勝利に貢献、準々決勝まで進出した。2018FIFA ワールドカップのベルギー代表メンバーに選出され、 グループリーグ第2戦のチュニジア戦では1ゴールを決めた。2017年9月に発売されたサッカーゲーム FIFA18 フフにおける自身の能力値に不満を持ち EA スポーツよ説明してくれと SNS 上に投稿した。それに対して EA スポーツからはゴールを取り続けたら話し合いますと返信を受けた。2018FIFA フフワールドカップのグループリーグ第3戦の イングランド代表戦において、アドナンやヌザイがゴールを挙げた際に、ゴールから転がってきたボールを拾って、ゴールに蹴り込んだ。しかし、ボールはポストに当たり、跳ね返って、自身の顔に直撃してしまった。その後、自身の SNS 上で、大会 MVP である、ゴールデンボールをもじり、ゴールデンポストを受賞すべきと自虐を投稿した。2016年7月1日現在、 ありがとうございます。